こんにちは、和田です。私はですね、現在浜松市のですね、浜松城公園歴史ゾーン整備専門委員会で、会長を務めております。まあ、普通は委員長ということになるんでしょうが、この整備委員会は会長という名前になってます。過日、その委員会がありまして、現在進められております元城小学校、元の小学校の、そこが空き地になりました。そこを今、市が、発掘調査をしているわけですけれども、今日はその発掘の成果についてお話をしたいと思います。浜松城のですね、本丸跡、二の丸跡にかけてですね、先ほど言いましたように小中一貫校になったために、元城小学校というのが、そこから移動いたしまして、空き地になりました。でそれを、これからどう整備していくかというね、その辺の材料を、材料を得るために、浜松市教育委員会、文化財課がですね、中心になりまして発掘調査を進めています。どんなところかと言いますと、ここでですね、発掘調査区域はこの元小学校のこちらの方がグラウンドがあったところで、こっちの方が校舎があったところなんですが、その部分を今発掘調査をしています。この間の大きな成果はいくつかあるんですけれども、私が注目したのは、堀尾義治時代のですね、本丸隅の石垣が姿を現したということです。この写真のように3段ほどしか残されていないんですけれども、確認されてはいないんですけれども、石垣のいわゆる隅角部です。ですから、この写真のように三義積みといっても、綺麗な三義積みじゃないんですけどね、ちょっと三義積みの現象形態といったらいいでしょうか、早い事例になるのではないかと思います。それからもう一箇所がですね、本丸と二の丸を隔てる堀の存在です。これもちょっと写真を見ていただきたいんですが、かなり深い堀が出てきました。でその堀なんですけれどね、堀の中段あたりに、少し石垣が積まれている状況があったんです。で、上の方を鉢巻石垣、下の方にある石垣を腰巻石垣と言いますから、中間にあるのは何て言ったらいいのかなということなんですが、当日一緒に現場を視察した他の委員の、先生方とも相談して、やっぱりこれは鉢巻石垣と言っていいでしょうねということですので、私は鉢巻石垣というふうに考えています。あともう一つ、これはまだほとんど手がつけられてなくて、手がつけられ始めたところなんですけれども、ですからこれからということになります。江戸時代のですね、浜松城の二の丸御殿の礎石の一部が見つかったという点です。浜松城絵図いろいろ残ってるんですけれども、ここに、こういう形で二の丸のですね、御殿の建物の配置図があります。でこの薄い青色で色を塗ってある部分が、着色してある部分が、表ですね。それからここで黄色く色を塗られている部分が、いわゆる奥の部分です。江戸城で言えば大奥にあたるわけなんですが、浜松城の場合は奥、これは江戸時代の浜松城の建物、二の丸の建物ですので、いわば藩主の私邸ですね、私の屋敷私邸ということになりますが、その礎石と思われるものがいくつか出てきたということと、抜き取り穴と思われるものもいくつか見つかってます。ですから、この二の丸御殿に、いわば解明する一つの材料になっていくと思います。でこの、元城小学校跡地はですね、建物つまり校舎などがあったところは、整備されていたわけですけれども、
まあ、幸い、校庭だったところが広くてですね、まあ、一部整備されていても結構よく残っていました。まあ、これはだからちょっと私も予想外でしたね。まあ、ほとんど近代的なもので何か下まで、意外とよく残っていました。これは、まあ、まさにグラウンドだったからなんですね。で、市ではですね、まあ、9月の26日、土曜日です、現地説明会を開く予定と聞いておりますので、まあ、興味ある方はぜひ足を運んでください。午前9時30分からと午後1時からの2回、文化財課の職員による、まあ、説明会が開かれます。なお市ではですね、まあ、発掘期間中はですね、平日の午前8時30分から午後4時までの作業時間ですね、その作業時間内でしたら敷地の西部の外側からですけれども、まあ、作業状況を見学できるようにしています。昔はですね、発掘調査っていうのはなんかすごい壁かなんか作っちゃってね、板かなんか張って見えないようにしていたんですが、まあ、最近は随分変わってきました。ですから、9月26日の、まあ、現地説明会で行けなかった方も、まあ、外からですけれどもある程度見学することができますので、まあ、ぜひおいでいただきたいと思います。なお、まあ、最後にお知らせですけれども、浜松市の浜松市博物館ではですね、家康公浜松城築城450年記念事業、これちょうどあれなんですよ、元亀元年1570年に、まあ、家康が浜松城築城をし始めましたから、それからまあちょうど今年は450年ということになりますので、浜松城築城450年記念事業ということで、浜松城築城から現代へという特別展をですね、10月の17日の、これはですね、土曜日からですね、11月の29日の日曜までの会期で開催を予定しています。で、これまでの発掘出土品、それから新発見の絵図などが展示されるということですので、浜松城の、まあ、新しい研究到達段階が、これで、まあ、一目でわかるという形になると思います。まあ、そういった意味では私もちょっと期待しております。今日は浜松城の発掘調査の成果について、最近分かったことを含めてお話しさせていただきました。今日は以上で終わらせていただきます。